じゃあ、はい。斉永さん。はい。まず何してるんかなと思うかもしれないんですけど。ああ。我々は今何してるんですか？キャンプでしょ。キャンプ視察でしょ。はい。何言っちゃってんの？そうですよね。いや、沖縄最高の天気だね。そうですね。この青空、雲一つないよ。はい。まあ、20度を超えてるかな、気温はね。はい。まあその中で、まあ巨人軍が紅白戦をやったという。うん、ね。まあ衝撃は、まあ衝撃でもないのかもわからないけども、坂本が6番というね。はい。増田陸の後ろを打つという。まあ普通だったら5番、坂本っていうのかもわからないけども、まああえて6番に置いてるというね。まあ叱咤激励みたいな、まあそういうものがあったりとか、まあいろいろ、こう見どころはたくさんあったよね。どうですか、今日先発したのが、うん、あの期待も大きかったあの井上温人投手だったと思うんですけど、はいはい、今日はねちょっとね制球があんまり良くなかったんで、はい、あのボールが来てなかったね、はい、ほとんどのバッターに芯で捉えられる結果になったけども、あれがちょっとボールを動かすことによって芯を外すことによって凡打になっていく、なんかこう力でこう押してたっていう、まあ、そういうイメージがあるから、まあ、そのストレート自体の走りっていうのはもうこの時期は大丈夫なんですか？いいとこですか？走り自体はいいけど、これからやっぱもう微調整になってくるよね、はい、まあね、宮崎が寒くて沖縄これだけ暖かくて体を慣らしていくのにも大変なのに、まあピッチングの方もこれから微調整に入ってくると思うけどね、うん、球自体はボールがいってたから、はい、まあ、そんなに気にすることはないけどね、あとはやっぱり精度を上げていく、まあ、その作業になっていくんじゃないの、うん、はい、なるほど。あと僕個人的に気になったのはベテラン組って言われる加入してる元気やな、はい、まあ、松田がマッチね、はい、まあ、この全体で一番声が出てるね、それと声が通る、うん、あ、声の出し方をよく知ってるという、はい、で帰ってきた長野もいいね、やっぱこうミート力が高いバッターだね、だからなんかこう、ああこれは力になってくれるなというね、まあ、そんな感じがしたよね、ベテランはね、うん、はい、どうですか他の中田翔選手であったりとか。中田翔はね、はい、考えてるわ、うん、他の選手がいるから自分はあんまり無理しないで確率を上げていくというね、まあ、そういう作業に入ってるよね。だからライトライナー1本あったけど、ありましたね、はい、あの打ち方なんかも日本ハムでは見られない打ち方だったし、はい、だから非常にあのバッティングを考えてるなっていう、そういう感じがしたね。他やっぱり今注目度が高いのは、まあ、秋広選手かなと思うんですけど、今日4番に入ってましたけど、まあ、そうだね、まあ、秋広はちょっとこれゲームに慣れていくとどういう結果になっていくのか、まあ、その今は疲れのピークかもわからないし、わからないけども、ちょっと今日は結果が出てないけどもね。まあまあ、でもフリーバッティング見るとめちゃくちゃ飛ぶしね。だから魅力は感じる選手だよね。だからこれがあの結果が出始めてどういう風になっていくのか、まあ、それを見たいよね。あの、オコエ選手もまあ加入してきたということで。オコエも元気だね。はい。今日打ってましたね。うん、新規行って、なんかちょっと気持ちを入れ替えてやってるような感じもするし、やっぱこう表情がいいね、明るいね、ドラフト1位の時に初めてインタビューしたのが俺で、まあ、その時の表情とよく似てるよ。あ、だからなんかこう気持ちが晴れ晴れとして野球をやってるというようなね、まあ、そんな感じがするよね。あとやっぱりこの動画でも昨日ですね、はい、あの投稿させていただきましたドラフト4位ルーキーの門脇選手、これね、はい、やっぱ映像で見るよりは、はい、やっぱ生で見た方が迫力があったね。迫力があるのと、はい、やっぱ守備範囲が広いわ。やっぱ脚力もあるし肩は強い、はい、だからさせないだろうっていうようなところからやっぱ刺す可能性を感じたよね。はい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 、だからやっぱ球際が強いっていう前の動画でも言ってたけども、それに加えて守備範囲も広ければやっぱ肩の強さ、そういうものも感じた。あとはバッティング、はい、やっぱインサイドの厳しいボールをなんか懐を自分で作って、はい、バットを抜いていくという、そうですね、なんかすごいポテンシャルを感じたから、だからこれは楽しみだなっていうふうに思う。どうなんですか、なんか見てるとこうタイプ的に言ったらこう上川畑選手のようになるんじゃないかなって。いやいやいや、では違うんですね。
もっと大きくなると。もっと大きくなる。多分上川端っていうのはもう出来上がってるけど、はい、やっぱスケール感ということに関してはやっぱもうすごくまとまってる選手なんだよ、はいはいはい、だからそこまではいけて、それ以上のものが俺は門脇には出てくるんじゃないかなっていうような気がする。じゃあ例えば豊さんであったらこっからのキャンプ、まあ、門脇選手は、はい、まあ、どういったらこう、まあ、特殊であり特打でありとか、まあ、いろいろ練習メニューがあると思うんですけど、どういうことをこう豊さんならアドバイス。あれは怪我しないこと。あ、いや、技術的なことっていうのはこれからどん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 教わっていくだろうし、だからそういうことはまあ監督コーチに任せておけばいいだけで、はい、ここから願うのはやっぱ怪我なく実戦に入ってほしいよね。オープン戦でやったりとかですか、うん、だから他球団を相手に実戦に入った時にどういうパフォーマンスが出るかどうか、どういうバッティングを見せてくれるか、やっぱ楽しみな選手ですね。なるほど、うん、他の豊さん、ダイソースペシャリスト、はい、鈴木大和めちゃくちゃ速いな。速いですか、やっぱり。まあ速い代名詞といえばさ、はい、今では周東だとか、はい、並木、はい、磯畑、はい、まあ和田とかさ、スペシャリストいるけども、やっぱねトップスピードに入る速さは鈴木がナンバーワンかもわからない。おでびっくりしたもん。警戒して鈴木は足速い、チームメイトは全部知ってる、その中でキャッチャーが投げれないぐらいのスタート切れるわけだから、はい、で3投も続いてやったけども、やっぱ見事だよね。野球の走る感性がいい。走る感性っていうのが必要なんですか。あのね、やっぱ足が速くても陸上選手なみたいな選手もいるわけよ。だからそれを考えるとやっぱ野球のなんていうのセンスというか感性は素晴らしいものがあると思う、走りに関してはね、はい、どうですか豊さん、支配下とかって。まあ監督に聞いたら支配下の枠っていうのはジャイアンツは結構もう10いくつ持ってるんだ、はい、だから十分チャンスはあるよと、はい、まあやっぱこうしっかり見極めて監督の立場からすると人選をしていかなきゃいけないんだけども、まあ、だけどやっぱ俺は支配下になると思う。あの足は見れない。支配下になった方がチームとしても怖いチームになるということですよね。いや、監督がやりたい後半の野球にぴったりな選手だから、はい、あダイソーで飯が食える、そういう選手になっていける。まさに本当にあのコーチで入られた鈴木選手のような。そう、まあ、名字が同じだしな、はい、なんか俺も育て上げるような気がする。今一生懸命鈴木貴弘コーチがやってるけども、これはねやっぱ早いうちに支配下になっておそらくオープン戦から試しに使っていくと思う。それぐらい楽しみだということですね。いや楽しみだね、うん、久しぶりに目が覚める足の速さ見たよ。そうですよ、横で誰だみたいになってたんですもんね、うん、ちょっとこうマンネリしてきたところで、はい、びっくりしたもん。だからそれはもうびっくりするぐらいの足を見せてくれたという。だからスーパーカー上行ってるね、はいはいはい、フォーミラーだよフォーミラー鈴木で、ね、相性はよろしくお願いします。なるほど。まあ、あと今日は何と言っても豊さん、たくさんの方に YouTube 見てますと。あ、そうだね、ありがとうございます。この沖縄に入る前に、はい、なんか食事がどこのものとか、はい、なんか見てますよ、はい、まあ、その人が一人いた、はい、でその人が山口県の大府市出身の人で、びっくりしたんだけども、なんか毎日見てくださってるみたいで、その人にはやっぱこう T シャツをね、サイン入りで送りたいと思います。嬉しいですよね。いや嬉しいよ、はい、やっぱりね、野球選手から YouTuber になっちゃってるからね相性が、はい、まあ、学生からもね、そうですよね、声かけられて、意外とこう若い子たちがそうそうそう見てますよ、はい、ね、非常にありがたかったですよ、はい、本当にこれからも頑張りますので応援してください。そうですよね、はい、まあ今回はジャイアンツキャンプということで、まあそうだね、はい、お仕事の関係上こちらに来てますので、まあ、ジャイアンツ中心になってるけど、はい、でも本当にあの今年のジャイアンツっていうのは昨年の4位が悔しかったんだろうね、はい、だ非常に気持ちが入ってるキャンプもやってるし、なんかこう新戦力もね、なんか躍動しそうだし、まあ楽しみですよ、はい、はい、ではまたキャンプ続きますけども頑張りましょう、はい。